オーランド・ジョナサン・ブランチャード・ブルームはイギリスの俳優。イギリスのイングランド、ケント州カンタベリーに南アフリカでネルソン・マンデラの運動を支援していたことで有名なハリー・ブルームと外国語学校を経営するソニア・コンスタンス・ジョゼフィーンの子として生まれる。オーランドという名前は16世紀のイギリスの作曲家であるオーランド・ギボンズから取られた。他の兄弟には ギルドホール音楽演劇学校出身の女優である姉のサマンサがいる。4歳の時に父が亡くなったため母と貢献人となった両親の友人であるコリンストーンに育てられた。オーランドは人権運動に携わっていた父、ハリーを深く尊敬していたが後に貢献人として養育してくれたストーンがジップであり、ハリーは義父であったことを知った。少年時代、 スーパーマンのスーパーマンをクリストファー・リーブが演じていることを知り、俳優に憧れるようになった。16歳の時にロンドンのナショナルユースシアターに参加し、姉と同じく名門ギルドホール音楽演劇学校に入学して演劇を学んだ。ギルドホール時代は、硬神障子と一学年違いであったが、ほとんど接点はなかったという。1997年、 ギルドホール在学中にオスカーワイルドの早くで映画デビューを果たすなど早くから才能を認められ、1999年のギルドホール卒業公演では主演を務め、卒業からわずか2日後に映画ロード・オブ・ザ・リングでエルフ族のレゴラス役のオーディションに合格した。2001年ロード・オブ・ザ・リングの商業的成功によって国際的に大ブレイクし、以降の ロード・オブ・ザ・リング三部作にもすべて出演している。2002年にはティーン・ピープル氏の25歳以下のホットな25人に選出された。2003年のパイレーツ・オブ・カリビアン呪われた海賊たちではジョニー・デップ、キーラ・ナイト・レイと共演し、こちらも人気シリーズとして続編が作られ、自身もシリーズ第4作まで出演している。2005年、 キングダム・オブ・ヘブン・エリザベスタウンで初の主役を務めた。2007年のパイレーツ・オブ・カリビアン・ワールド・エンドへの出演後、再び舞台演劇に専念したいとの意向を示し、ウエスト・エンドのザ・デュー・オブ・ヨーク・シアターにて、ブッカー小作家、デビット・ストーリー脚本の1969年の舞台・イン・セレブレーション再演版にスティーブン役で出演する。2008年には、 イギリス映画、17歳の肖像に出演予定だったが、スケジュールの都合により降板している。2009年、複数の監督による短編集の映画、ニューヨーク、アイラブユーのうちの岩井俊二監督の一編で、クリスティーナ・ナリッチと共に主演を務めた。2010年は、インディペンデント作品2本に出演し、ストレンジャーでは、コリン・ファースと共演した。年には、 ヘ分を落ちた楽園以来の制作を兼ねるグッドドクター・禁断のカルテポール・ W.S. エス・アンダーソン監督の304王妃の首飾りとダヴィンチの飛行船に参加している2013年ロード・オブ・ザ・リングの60年前を描くホビットシリーズの第2作ホビット・流に奪われた王国で再びレゴラスを演じる原作小説には登場しないキャラクターではあるものの 10年ぶりに、レゴラスを演じたことはこの上ない喜びだと語っている。同年、舞台、ロミオとジュリエットのロミオ役として、コンドーラ・ラシャドと共演し、ブロードウェイデビューを果たした。同作の上演劇場は、リチャード・ロジャース・シアターで、2014年には、シアトリカル・ムービーとして、劇場公開された。2017年、2作ぶりに、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズの最新作、 パイレーツ・オブ・カリビアン、最後の海賊に出演した。2005年のブルーム2002年、同じハリウッドで活動するケイト・ボスワースと親しい関係になり、ロード・オブ・ザ・リングのプレミア当日にもプライベートで行動を共にしている。二人の恋愛関係は断続的に続いたが、2006年9月までに破局した。2007年、オーストラリア出身のモデルである。 ミランダカーとの交際が報じられ、2010年6月21日に結婚式を行った。同年7月22日、カーは身内だけで結婚式を行ったことを正式に明らかにし、8月19日には妊娠4ヶ月であることも公表された。2011年1月6日、ロサンゼルスの病院で長男が生まれ、 フリン・クリストファー・ブランチャード・コープランド・ブルームと名付けている。2013年10月25日、ブルームの代理人が過去数ヶ月間、円満な別居状態であったことを明かし、カートの離婚を発表した。2016年、歌手のケイティ・ペリーとの交際を開始する。一度は破局したものの、2018年になってから復縁し、 バレンタインデーである2019年2月14日に婚約した。3月5日に最新曲 Never Worn White をリリースしたケイティペリーが同時に公開したミュージックビデオの中で妊娠を発表した。自分自身の生活を大切にするように心がけていると語っており、現在でもアメリカではなくイングランドのロンドンに生活の場を置いている。 キングダム・オブ・ヘブンの撮影で訪れたモロッコで雑種券を拾い、シディと名付けて自宅で飼っている。イングランド国教会で育ったものの、幼少期にディスレクシアに悩まされ、聖書の朗読などで改善を試みたという。2010年には、ロックフェラー大学で行われたザーニュアル・アダンジ・フェリー・カッツ・メモリアル・レクチャー、シリーズという学習障害、ADHD の認知を広めるためのレクチャーに、 登壇し自身の経験を語っている現在でも、質読み消のためセリフを覚えるのが困難であることも明かしている。2004年、以前から興味を抱いてきた仏教に改修し、創価学会の国際組織の一つであるイギリス SGI に入会した。その直後、ザサンなどのタブロイド誌においてこの話題を興味本位に取り上げられたが、しばらくは改修についてこうにすることはなく、 2007年になって初めて雑誌、ディテールズのインタビューで公表した。自身のインスタグラムでも SGI 会長である池田大作の言葉をしばしば引用している。2019年にはアメリカ SGI の公式 YouTube チャンネルの動画に出演し、入会の経緯や日連仏法の実践などについて語った。環境保護やエコー。 子供の人権などのテーマに強い関心を持ち、環境主義団体、グローバル、グリーンアメリカのボードメンバーとして2000年代から活動している。熱心なエコロジストでもあり、ロンドンの邸宅を回収する際にはリサイクル品などを建材に使用させ、ソーラーパネルで電力を供給する仕組みを整えた。ユニセフの親善大使としては、ネパールを皮切りに、 様々な国の子供たちの元を訪問している。2009年2月12日、オーストラリアで起きた大火災に対するチャリティー、オーストラリアの団結に参加して、多くの義援金を集めた。右手首にナインのタトゥーを入れているが、これはロード・オブ・ザ・リング出演時の記念として入れたものである。あえて別のタトゥーを注文したジョンリス・デーブ以外は、他の主要人物の出演者も、 ナインというタトゥーを入れているという。これとは別に、下腹部に太陽のタトゥーが描かれているが、これは15歳の時に入れたものだと語っている。これまで多くの怪我や事故を経験しており、左手骨折、頭蓋骨骨折、尾骨折、右足骨折、右手首骨折などのため病院に運ばれている。友人宅のテラスに招待された際にはそこから転落し、背骨に、 大けがを負っていた。ありがとうございます。